次です。なぜか前回つぐみちゃん左にいたんですけど右に戻ってきました。実質チュートリアルだったと思われます今のステージで。ここは最後でしょ。簡単そうなところない。これは高いな。ちょっと高すぎるの。パスできるだけ段差の低いところがいいです。あ、でもこのステージってそんなにステージの数自体はべらぼうにはないね。なんじゃこれ。あ、ここにソーセージ持ってくるんだ。え、いや、あ、そうだ、ここだね。行くとしたらここなんかな。前回試しに見てよく分かんなかったところ。ソーセージが1本焼くためには、あ、ソーセージ1本いや、このままの向きでは焼けんでしょうと。で、ほな刺して、刺して上がれる。で、こっから降りれないよね。これじゃ降りられん。何もできんのか。こっちの麦だとダメ。で、刺すのを、他の足もないもんね。こっち側から刺すとここが乗れ、こうも乗れるし、こうも乗れる。あ、ここは上の行けない。こう来て何かできる、できない。ここで登って外して、うん、いいよ。多分これが最初の1手目だね。で、降りて頭の上にソーセージを乗っけて回転すんのかな。回転できないやな。あ、できた。これで上に乗っかったので降りると、こっち向きのソーセージになったんだけど、こっち向きのソーセージをそのままあそこに入れる、ここに入れることができないので、このままずいずいずいとこの木の上を通してあげたいので、この向きのソーセージを、あらら、あらら、よくわからなくなってきたぞ。落ちちゃうな、落ちちゃうな。一旦落とすわ。でもあれ、これ元の向きに戻った。いや、戻ってはいない。一旦落として次に何かできるか。こっちで刺すのはないな。逆向きで刺すことはできなくもない。せんがや。ほな、これを、あと、これでそっちに落としてから、こっちから刺すとこう来れて、あ、登れんか、登れんのか。あららら、なん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 なーららら。こうではない。そうだよな。ソーセージこの向きになったらもう登れんがな。ほな、ここでやっぱ決着つけたいよな。こうして、これでそこのが崖に引っ掛けて、
ここじゃないか。どこでいい、どこでやった方がいい。うん、あの上の出っ張り何、なんであんなところに出っ張りがあんの。怖いな。これはまた向きが戻ってしまっているか。なんじゃこれ、何をしとるんじゃ今わしは何をしとるんじゃ。これ戻ってきたね。長い旅を終えて元の配置に戻してしまったな。ここに縦向きで置きたい。頭の上に乗せてこっち向きにするまでは合っているのかな。これをこうやって落としてしまうな。このままこのままこのまま上に押せんか、押せんか。これで刺したらいかん。登れない登れない。この向きだと梯子が登れない。なんかこれで落としてしまうのがもうまずいんだよね。頭に乗っけたままここの上行けへんしな。上に上げちゃった。
頭に乗っけたまんまでここを通ればいいのか。そんな無茶なできる。あれか、リーゼントだったらいけるのか。リーゼント状態だったら確かにそのままぐーっといけるわな。リーゼントになるのが正解か。この向きで入ってはいけないのか。なるほど、上を転がすのではなくてリーゼントを作る。ちょっと方針が変わったけど、言われてみれば。これ斜めになっちゃうんだよね。階段に対して斜めになるんだよね。同じ向きになるにはこうなるんだよね。こうなる。でもこれでここは乗れないから、リーゼントできないんじゃないかな。はしごの上り下りで登った時に、いやー、ないな。登った時に主人公と同じ向き、もしくは主人公の後ろ向きでソーセージがバッツ、どこ行った、これバシッと乗る位置。ないんだな、それが。これでいけることある？これをやった後の展開がある？ないないない、いけないもん。頭からいってみますか。最初はこうだった。違う。あ、これで抜くのか。こうする。だけどここから斜めの世界が始まってしまうのです。斜め斜め、戻るだけだよね。そっちに落として面白いことなる？一回やったんだよね。からこれを刺してだと、こっち向きだとはしごは登れないじゃんって言って終わったんだよね。
ソーセージを縦に刺すがいよいよ出る。いやでも絶対抜けんだろ、縦刺しは。縦刺しで抜けることないよな。主人公が落下するまではあるとしても、フォークは刺さったままだろう。してしまう。斜めなんだよね。いやどうしようもないもんな。絶対持たれへんからな。いやー分かんない。これはさっきも やりましたね。ちょっと待て待て待て、違うのではないか。あー救えない、救えないのか。片方焼いて回転させてもう片方焼けば終わりかなと思ったけど、そりゃそうだよね。そんな問題でもないよな。させない。難しい。
これで下に降りて降りれないんじゃな、降りれないんじゃな。ひひひひ、こんなにも手がない、こんなにも手がないかい。頭に乗っけてあそこにも運ぶだけで、中に入れても、中に入れてもどうなの、中に入れても頭にあれ引っ掛けて落ちるか。いきなり奥義置いてあげないといけないよね。どうやって一個頭に引っ掛けても手前に落ちちゃったらさっきと同じじゃんね。いいのか、縦向きで落とせばいいのか。縦向きで引っ掛けて落ちることがあればいいけど、そこまでまずいけない。これこうやって落としちゃったら多分次がないから終わってんじゃない。戻ってきちゃった。に置いてから何かす、いや絶対できないって。上の段に置いちゃったものにはアクセスできんよ。いやー難しい、難しい、難しい上にピンときてないからまずいね。合ってんのかわからん。これで一個左いけない。やっぱこうやってしまうもんな。こうなるかこうなるかじゃもんな。そりゃ引っかかるわね。だってどうやって、どうやってなの、どうやるの。このはしごから登るときにソーセージが縦を向いていてくれるってことは、ソーセージが宙に浮いてる状況になるでしょ。それは不可能でしょ。ここでソーセージが上向いてるとしたら、それをやるんだったらそれは可能なんですよね。可能か、可能かな、可能だと思う。ここでやるんだったら、こことこの主人公のいるこの位置にソーセージが置かれていると、こっからこう登った時に頭の上に多分あるんだと思う。ここで落ちるかここで上の段に引っかかっちゃうのか。それだと、じゃあそれもないんか。上に引っかかっちゃうと上で今度はこっち向きになっちゃうから、結局また90度回転してしまうわ。それは違うな。ここのはしごで、いや無理だね。それも宙に浮いてるだもんね。ここのはしごも宙に浮いてるでしょ。できないでしょ。唯一可能っぽいのはここのはしごに
登った瞬間なんだけど、それがここに登ったらちょうどこうなるんだよね。ここにスッて登ったらこういう配置になってしまって、こうなるとまた90度変わっておしまいね。今言ってることをやってみると思ったんだけど、ここで落とすと今度は俺は降りれんのよな。どこのはしごからも降りれんくなるから、それができない。じゃあ不可能じゃん。解けねえ。全く解けん。ここまで。ソーセージが転がらずにソーセージの上に乗る陸地がある。転がしを活用する。でもあれは完全にソーセージが固定されてる位置だよね。わからん。わからんときは手を動かすしかないんです。一番下の段に落とすのは外れっぽいよね。わかってるわかってる。だからこの位置に置いたら外れなんだよね。前にもやった。でも他に何をやる、他に何ができる。まあ、あれや、分からん。パスかな、パスしようかな。パスパスパス。解けない。次これいってみますか。3つかしんどいな。どこやったらできそうです、今の僕の脳で。最初のステージ、もう一回考える。これ一本か、これ一本。なんでこんなにステージが長いんだろう。切りましょう。